ワンズタイムでは車中泊しながらワンコと楽しめるスポットも紹介していきます。その第一弾としてまずは犬3匹と人間2人で車中泊してみました。今回はその模様をお届けします。最初の車中泊は継続が厳しかった場合、即帰れる場所がいいと考え、茨城県にある道の駅枕ヶの里古賀に決定しました。ここを選択した一つとして、駐車場が広く、トイレもきれいとのこと。まずは夜ご飯の買い出しに店内へ。今から夜ご飯の吟味です。お弁当いっぱいあるね。鶏飯、牛プリプルコギ、豚丼。スパムおむすびだって。面白いね。はい、スパムおむすび購入です。ずっしり、はい、ずっしり、おかずとしてなんか肉じゃがが美味しそうなので、手作り肉じゃが、当店手作り。ポテトサラダもいっちゃいますか。ポテトサラダ、はい、ありがとう。小葉さんのかぼちゃ塩。かぼちゃいいよね。かぼちゃいいですね。はい、抹茶ですかね。今回車中泊で最低限の準備はしてきました。ポータブル電源や車載冷蔵庫などを購入。その模様は前回の動画を見てもらえると詳しく説明しています。まずは前列と2列目をスライド。たくさんの荷物を移動して後ろのスペースを確保しました。今回はここで夜の食事と睡眠をとろうと思います。ここで1つ目の失敗。前列と2列目の間に荷物を置いたままスペースを確保しようとしたので、後ろのスペースが若干狭くなってしまいました。まあなんとか形になったので、ここで新型ボクシーハイブリッドに搭載されている非常時給電システムから電源を確保して一息入れることに。はい、ということでコーヒーで一息入れます。熱、美味しいですね。今日も一日お疲れ様でした。はい、乾杯。ノンアルコールです。はい、こっちもノンアルコールの飯です。はい。じゃあこれでね、一日の疲れを癒しましょう。はい、ということで、今日道の駅でね、買ってきた食材です。スパムむすびと肉じゃが、お赤飯、ポテトサラダですね。これが今日の夜ご飯になります。今日のおやつは道の駅で買ったシフォンケーキです。かぼちゃと抹茶味、2つありますね。
どれもね美味しそうだったんですけどね、今日はこの2つを選んでみました。国産米粉 100% で作ったシフォンケーキです。おっと、うちのワンズはね果物大好きなんですよ。それで大好きなのがじゃんじゃん、梨です。ワンズにはいつもの食事と家から持ってきた船橋さんの梨、どこで食べても食欲は変わらずもりもりと完食。車載冷蔵庫で冷えた梨をがっついていました。アルト君、カット、カット。梨のね、食べる時の音ね、可愛いですよね。はい。シャリシャリシャリ。車中泊で食べる梨、美味しかったね。梨を食べたらワンズはもう眠たそう。テーブルを片付け、布団を敷いてみんなで就寝。ワンコたちもね、もう眠くなったみたいなので、今日はここで寝たいと思います。はい、おやすみなさい。ここで2つ目の失敗。夏の車中泊を甘く見ていました。扇風機だけだととにかく暑い、あまり寝ることができませんでした。対策として夏は標高の高い場所まで行って車中泊をした方が快適に過ごせます。おはようございます。ちょっと今日朝から雨です。小雨がパラついてます。はい、ということでちょっとねまだパラついた雨なんでね、ちょっと周りを散歩したいと思います。朝散歩です。早朝ワンズとお散歩に出かけました。深夜遅くから早朝にかけて雨が降ったせいか、涼しい朝でした。こっちはね、植木のお店がたくさんありますね。キャンプ用の薪とか植木屋さんですね。かわいいお花がたくさんあります。お散歩も無事終えて朝食タイム。朝食は道の駅枕川の里古賀にあるカフェベーカリー花桃に決定。テラス席に向かいます。カノはまだ眠たそう。注文したかぼちゃとオグラーンの和風パンケーキとアイスコーヒーが運ばれてきました。オグラーンが甘くて美味、かぼちゃは温かくて自然な甘さで、たっぷりのクリームは甘さ控えめ。パンケーキとオグラーンとのバランスがよく、ペロリと完食。ここでワンズにもパンケーキとかぼちゃのお裾分け。
はい、かぼちゃです。かぼちゃうち大好きなんですよね。はい。でこれね、今甘くなってないので普通のかぼちゃを煮た感じのやつなので甘煮ではないのでちょうどいいかなっていう感じです。ゆでかぼちゃですね。はい。おいしいおいしい。ゆでかぼちゃ最高。のんびりしていたら隣の席にかわいいワンコが。いや、隣にね、かわいいワンコがいてね、ひっくり返って寝てめちゃくちゃリラックスしてますね。撮らせてもらっていいですか。あ、かわいい。なんか頂戴してる。あー、そうなんだ。確かに可愛いもんね。分かってんだね。今日ちょっと涼しいからね、いいね。飼いたくないんだ。飼いたくない。初のワンズとの車中泊、ちょっと改善点はありますが、これからも楽しみたいです。こうするといいよなどのコメントもお待ちしています。皆さんのアドバイスをもとに楽しい旅行にしていきたいと思います。励みになりますので、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。